画家カール・フリードリ・ヒリーデルによる肖像画、ペーター・ヘンゼルは、ドイツ系オーストリア人作曲家、古典派の作曲家であり、もっぱら室内楽曲を作曲した。今日では、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンや、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの弦楽四重奏曲の流れを組む代表的な継承者として知られているほか、ウィーン古典派にフランスとポーランドの影響を与えた。 人物として記憶されており、ドイツ、フランス、ポーランドの架け橋として活動した。同時代に生きたルートビヒバンベートーベンと同じく、ヘンゼルもまたハイドンに作曲を学んだ。61歳を迎える直前、ウィーンで没死した。1787年にワルシャワでおじから音楽の訓導を受けた後、ペーター・ヘンゼルはロシアに移り、サンクト・ペテルブルクにて、 当時、ジュゼッペ・サルティが率いる軍人、グリゴリー・アレクサンドロビチポチョムキンのオーケストラに入団した。1788年には雇用契約の満期を迎えたため、ヘンゼルはワルシャワに戻った。1791年、ウィーンにて、イザベラ・ルボミルスカ王女の宮廷楽団のコンサートマスターに就任、1796年まで固定級で雇われた。 1802年にはハイドンから教えを受けたことから、生涯にわたって比較的保守的な作風を貫き通すこととなる。ハイドンに指示した後、ヘンゼルは1802年から1803年までパリで過ごした。その後、ウィーンに戻った。ヘンゼルは生涯で58の原学四重奏国、6つの原学三重奏曲、4つの五重奏曲、3つのフルートと、 クラリネットとの三重奏曲、九つのバイオリン二重奏曲を作曲した。その他、変奏曲、ポロネーズ、ロンド、更新曲のほか、鍵盤楽器と弦楽のための作品を多数残した。ありがとうございます。